皆さんどうもこんにちは。今回はハーバー大学の研究結果などをもとに腸内環境が悪いと起こる悪影響4000について動画で解説していきます。では行きましょう。まず早速ですが、腸内環境が悪いと起こる悪影響、一つ目が心の状態、メンタルが落ち込んでしまうことでございます。腸内環境は実はメンタル、頭の状態とも密接につながっている、お互いに相関し合っていることが分かっておりまして、この現象を脳腸相関と言いますが、例えば今日はプレゼンの発表があるからといった理由でガチガチに緊張しているとお腹が緩くなる、そんな経験をされた方も多いかと思いますが、この現象が脳腸相関そのものでございます。実際にハーバード大学などの研究によると、普段からストレスやうつ症状がある人ほど腸内環境が悪いし、腸内環境が悪い人ほど普段からうつや不安に苦しむ割合が多いと発表していて、要するに普段からストレスが多いと脳のダメージが腸に行って腸内環境が悪くなるし、ストレスなんかなくても腸内環境が悪いとそのダメージが脳に行ってメンタルが落ち込んでしまうと、そういうわけでございます。あとちなみにウェールズ大学が普段から落ち込み気味な男女124名を対象に、乳酸菌やビスス菌といった善玉菌そのものを摂取するプロバイオティクスを3週間飲み続けてもらった結果、参加者のメンタルや気分がだいぶと改善していましたよと発表しておりますので、普段から落ち込み気味な人は乳酸菌のサプリなんかを飲むといいかもしれないと、そういうわけでございます。そして腸内環境が悪いと起こる悪影響、2つ目がコミュ障になっちゃうことでございます。これについては先ほどの内容と若干被りますが、メアリー大学が710名の学生を対象に調べた研究によると、普段から納豆、キムチ、ヨーグルトといった腸内環境にいい発酵食品をよく食べている人ほどメンタル改善の陽キャラ野郎になって、私は人間関係得意ですと答える割合が明らかに高く、さらには研究者のコメントによると、普段から不安や緊張を感じやすい人ほど発酵食品のメリットは大きいみたいよと発表しているわけなんです。なので対人関係にあまり自信がない人はコミュニケーション能力を高めるなんて本を買う前に自分の腸内環境を整えた方が早いかもしれませんよと、そういうわけでございます。そして腸内環境が悪いと起こる悪影響、3つ目がだいぶと疲れやすい体になってしまうことでございます。コーネル大学が慢性疲労症候群にお悩みの患者さん48名と健康な男女39名を対象に、両者は一体何が違うのかを血液や運費を採取してゴリゴリに調べた研究によると、慢性疲労症候群の人たちはとにかく腸内環境が悪く、腸内も炎症だらけで、腸内環境はどうやら日頃の疲れやすさにも大きな影響を与えるみたいよと発表しているわけなんです。あと他にもオーストラリア大学がめっちゃわかりやすい研究をしてくれておりまして、内容が慢性疲労症候群の患者さん60名を調べると、52名の方が IBS 過敏性腸症候群で、さらには4名の方が便秘を患っていたので、もう肛門から素敵な良い菌を直接入れちゃおう的な治療、細菌療法を行った結果、慢性疲労症候群の方のなんと 70% に改善が見られたよと発表していて、もう本当腸内環境の影響がすごいわけでございます。じゃあなんで腸内環境が悪いとそんなに疲れやすくなっちゃうのと、その理由についてはまだ完全には分かっておりませんが、よく言われる理由としては腸のバリアがぶっ壊れるからでございます。私たちが食べ物を食べても全部が全部吸収されるわけではなく、体内でいるやついらんやつと仕分け作業が行われて、最終的に吸収したくない成分なんかは運費としてお外に出しているわけでございます。そしてこの仕分け作業でゴリゴリに大事なのが腸のバリアでございます。腸の壁の細胞同士というのはやばい物質を間違って吸収しないように、まるでラグビー選手たちががっちり組み合ってスクラムを作り上げるかのようにしっかり結びついて、腸のバリアとも呼ぶべき鉄壁を形成している。この鉄壁をタイトジャンクションと呼んだりいたしますが、腸内環境が悪いとこの腸内のプロラグビー選手がただのラグビー好きのおじさんくらいにゆるゆるになって、腸のバリアに小さい穴が開いちゃうわけでございます。そうすると食事をするために食べ物に含まれる毒素や不純物も一緒に吸収してしまうようになったり、悪玉菌といった腸内細菌自体も吸収される。結果それが体内を回って日頃の疲労感もだいぶと増えちゃうみたいな感じでございます。そして腸内環境が悪いと起こる悪影響、4つ目が目も悪くなることでございます。モントリオール大学が実験用マウス君にジャンクフードそっくり油たっぷりな餌を作って毎日与え続けて、わざと腸内環境激悪な状態を作り出した結果、眼球に異常な血管が増えまくりましてと発表していて、この研究の図を引用させていただくとこんな感じでございます。ざっくり解説すると、
高脂肪食でだいぶ菌が増えて腸のバリアに穴が開く。そうするとたくさんの毒素が血管に入り込むようになって体内の炎症が増えて最終的に眼球に異常な血管が増加するみたいに発表されているわけなんです。まあ言うてもマウス実験やし人間やったら大丈夫やろと思える勇気がありすぎる人は別ですが、私みたいな臆病な陰キャはこんなデータを見たら腸内環境ゴリゴリにいたわろうと思いますし、いつもかわいそうなことをされる実験用マウス君の犠牲を無駄にしないためにも皆さん一緒に腸内環境を整えていきましょうと、そういうわけでございます。さらにですね、私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を中瀬の本棚公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味ある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。